死ゆうたと神宮寺ゆうたの衝撃ミックスバージョンにファン完成。アイドルの定義を覆す。W ゆうたが体現する新時代のアイドル像とは毎晩午後10時。それは私にとってナンバーアンダーライン i から何か新しい情報が発信されていないか確認するために、インスタグラムを開く日課のような時間だ。習慣とは恐ろしいもので、 もはや条件反射のように指がアプリのアイコンを探している。そしてここ最近、私が目にするのは、岸優ユタと神宮寺ユ太タ、通称 W ユ太タの、あの予想だにしない光景なのだ。彼らはゴートと BYC グループの二つの曲をミックスして、真顔で踊り狂う。初めてこの動画を見た時の衝撃は、今でも忘れられない。あまりにも想定外すぎて、 一度再生しただけでは消化しきれず、何度も繰り返し見てしまった。笑いすぎてお腹が痛くなったのは言うまでもない。今日は2曲リミックス、私の頭の中はクエスチョンマークでいっぱいになった。だが、その答えを探す間もなく、彼らのパフォーマンスに私は釘付け気になっていた。一体なぜ彼らはこんなにも真顔で、ふざけたダンスを披露するのか 最初は理解できなかった。しかし、何度も動画を見返すうちに、彼らの行動の裏に隠された深い意図が見えてきたように思う。神宮寺ゆうたは、ただふざけているのではない。彼らは、ファンを楽しませるために、日々様々な工夫を凝らしているのだ。例えば、ゴートのミュージックビデオ再生中にマクドナルドの CM が流れるように仕込んだり、2曲のリミックスバージョンを、 新たに制作したり、彼らの行動は一見突拍子もないように見えるかもしれない。しかし実際には緻密に計算されたエンターテイメントなのだ。彼らの努力は数字以上の価値を生み出している。神宮寺優太たが本気で楽しんで動画制作をしている様子が伝わってくるし、その姿は私にも笑顔と元気を与えてくれる。 以前、仕事で大きな失敗をしてしまい、ひどく落ち込んでいた時期があった。夜も眠れず、食欲もなく、ただただ無力感にさいなまれる日々。そんな時、W ユータの動画を偶然見つけた。彼らの真顔で繰り広げられるコミカルなダンスは、私の心を不思議なほど軽くしてくれた。力抜くことって大事なんだなぁと改めて実感した。笑うことは、 心の緊張を解きほぐし、前向きな気持ちを取り戻させてくれる。それは、どんな特効薬よりも効果的な場合もある。W ユータは、まさにそんな心の処方箋のような存在だ。W ユータの奇想天外な世界は、日に日に進化を遂げているようだ。ある日インスタグラムを開くと、十二時の待ち合わせという謎のメッセージとともに、まさかの、 BYC と GO とのミックスバージョンが投稿されていた。って、何やってんの驚きと困惑が入り混じった感情が込み上げてきたが、同時に、これから何が起こるのかという期待感で胸が高鳴るのを感じた。動画が始まると、神宮寺勇太は期待を裏切らないパフォーマンスを披露してくれた。彼らは、まるで何かに取りつかれたかのように踊り狂い。 時には小道具を使ってコミカルな演技を見せる。その姿は、まさに、史上最強に様子のおかしい W ユーターア、としか言いようがない。彼らの動画を見たファンたちのコメントは、私の気持ちを代弁してくれているかのようだった。まさかそう来るとは思ってなかったよ、顔文字笑い。テンションの差で脳がバグりかけながらも、微笑ましく思ってたのに、同金で全部吹っ飛びました。 ありがとうございますもう笑っちゃう。二人ともかかわいいちょ。何やってんのこの二人。真顔でいい感じにふざけすぎてて笑える。スタッフさん、もはや楽しんでるよね。彼らの動画は、私を含め多くのファンに笑顔と元気を与えている。中には、アクアマリンちゃんから GoToMV のバトンをいただきましたナンバーアンダーライン愛の大事なデビュー曲。 大切に視聴させていただきました検索して再生お願いします。と、他のファンに g o トの MV 視聴を呼びかける人もいる。ファン同士の交流を生み出すのも W ユータの動画の魅力の一つだろう。ファンが神宮寺ユータ大好き大好き大好きと連呼するのも納得だ。彼らはいつもファンを笑顔にしてくれる。ナンバーアンダーライン愛が 三人がいれば毎日が100点だよ。は、ワンナイトじゃないよね。一瞬目を逸らさないでください。それにしても密着しすぎ、まさかのゴートと BYC のリミックスバージョン越え出して笑いました。これらのコメントは、神宮寺ゆ太たへの愛と、彼らの動画に対する興奮を見事に表現している。そして、私を含め多くのファンは、W ユうの動画を見て、 酔っ払ってるのも想像してて瞬間ハードモードのゴートがいちいちおもろい残像死ぬ私のお腹死ぬ助けて笑すごいの来た笑少々今日も笑いをありがとう明日も頑張るわと明日への活力をもらっているのだ神宮寺雄太の奇想天外な世界はこれからも私たちを楽しませ続けてくれるだろう彼らの挑戦は私たちに笑顔と元気を与えてくれるだけでなくアイドル という存在の新たな可能性を示唆しているようにも思える。彼らは従来のアイドル像にとらわれず、自分たちのスタイルでファンとの絆を築き上げている。それはまさに新時代のアイドルのあり方と言えるだろう。さて、次はどんな奇想天外な世界を見せてくれるのだろうか ?W ユータ、そしてナンバーアンダーライン愛の未来に期待が高まるばかりだ。 彼らの挑戦は私たちに笑顔と感動を与え続け、日本のエンターテインメント業界に新たな風を吹き込んでくれるだろう。W ユータの行動は時にアイドルらしからぬと評されることもあるだろう。しかし、私は彼らのその姿勢にこそ新しい時代のアイドル像が垣間見えるように思う。従来のアイドル像は完璧な歌やダンス。 そして完璧なビジュアルを追求することが求められてきた。しかし、W ユータは、その枠にとらわれることなく、自分たちの個性と魅力を最大限に活かして、ファンを楽しませている。彼らの動画は、決して高額な機材や大掛か,かりなセットで撮影されているわけではない。むしろ、手作り感満載で、親近感が湧くものばかりだ。しかし、 そのシンプルさの中にこそ、神宮寺雄太の真の魅力が詰まっている。彼らは、自分たちの個性を最大限に活かし、ファンを楽しませることに全力を注いでいる。その姿勢は、多くのファンに支持され、愛されている。W 雄太の存在は、私たちにアイドル、という存在に対する固定観念を打ち破るきっかけを与えてくれる。 完璧であることだけがアイドルの魅力ではない。むしろ、不完全さや人間味こそが真の魅力につながることもある。W ユータは、そのことを私たちに教えてくれる。彼らは、完璧なアイドル像を演じるのではなく、ありのままの自分たちを見せることで、ファンとの距離を縮めている。神宮寺ユータの動画を見ていると、 彼らが心からこの活動を楽しんでいることが伝わってくる。それは彼らの表情、仕草、そして言葉の端々から感じ取ることができる。彼らはファンを楽しませることを心から喜び、そのために努力を惜しまない。その姿勢は多くのファンに感動を与え、共感を呼んでいる。W ユータの奇想天外な世界は、 これからも私たちを楽しませ続けてくれるだろう。彼らの挑戦は、私たちに笑顔と元気を与えてくれるだけでなく、アイドルという存在の新たな可能性を示唆している。さて、次はどんな奇想天外な世界を見せてくれるのだろうか ?W ユータ、そしてナンバーアンダーライン愛の未来に期待が高まるばかりだ。